はい、どうもこんにちは、堀川亮でございます。実は私ですね、知ってる人は知ってる、結構潜水艦オタクといいますか、潜水艦にはまっておりまして、普通の駆逐艦とか巡洋艦とか空母じゃないんだな、これが、海の中を潜るこの隠密性、そこに私非常に惹かれまして、どうしたわけか、今日はそういう潜水艦の魅力についていろいろ話してみたいと思います。これはですね、私が5歳もしくは6歳頃だったと思います。当時 のテレビ、アメリカのテレビシリーズですね、原子力潜水艦シービュー号、これ砲台ですがありまして、船の頭がこう変わってて鋭意みたいになってるの。そこのフォルムが斬新だったのがすごく印象に残ってて、でその番組の終わりにですね、抽選でプラモデルが当たりますと、シービュー号っていうのを聞いたら、これはもうたまらないですよ。当時の子供にとってはもう毎週はがきで応募して、いつ当たるんだいつ当たるんだ、結局当たらずじまいでしたけれど、当たりませんでしたけれど、そんなもんなんだなと思って、その後プラモデル屋さんとか行けばね、結構潜水艦のプラモデルとかあったんで、よく作りましたね。それからコミックでは、小沢悟さんだったと思いますね、サブマリン707という作品がありまして、これも今でもすごく有名だし、ちゃんと残ってるし、あと青の6号とかね、そこにやっぱりハマりましたね。だからそれがきっかけかな。これはもうね、全部と言ってしまえば全部なんですけれど、潜水艦って、さっきも言いましたけど、普通の巡洋艦とか空母と違って、そういうのってのは海上にいるわけですから、いつでも自由に空気吸えるじゃないですか、ね、ちょっと外へ出ればいいわけだから。でも潜水艦の場合は一辺潜航してしまうと、密閉された空間の中で正気を保っていられるというのは、よほどの精神的なタフさというか、よほどこう人間的に強くないと無理なんじゃないかなっていう気がするんですよ。で、居住区も狭い、司令室も狭いで、そんな中でね、唯一の楽しみっていうのは、海事の人も言ってましたけど、やはり食事だと、飯だと、で、アメリカのネイビー海軍もかなり飯の質は高いらしいです。海軍って、海事上自衛隊もそうだけど、特に食事の充実度が素晴らしいらしいですね。非常にだからもうハードな激務だと思いますよ。で、僕もやっぱり夢としては司令室で急速潜航とか急速浮上とか潜望鏡上げとかってさ、激闘はしたいんだけれど、やっぱり実際に経験できるとしたら、本当に乗れるとしたら、僕はやっぱりその狭い居住区を見て回りたい。で、なんといってもまず食堂で飯食いたい。実際に乗せてもらったとしても見せてもらえないところがいっぱいあると思います。機密事項、軍事機密ですからね。でもアメリカ民間人に乗っけてくれるそういうコースがあるらしい。ぜひ体験できるもんならしてみたいね。だからもう究極の非日常、潜水艦の生活っていうのは、そこにやはり魅力を感じますし、激務ですし、なんといっても乗組員のね、一挙手一投足に世界の平和、これがかかっていますので、できるかどうか分かんないけど、役者じゃなかったらこれ海事に入ってたかもね。サブマリナーになってたかな。これは夢です、わかりませんけど、潜水艦の魅力っていうのは僕にとっては、他にもいっぱいあるんですけど、そこかな、特筆すべきなところは。実は広島の呉にですね、陸揚げされた潜水艦があるんです。で、要するにそれ観光用、陸揚げされてハッチから入ってって中を見学させてくれるんです。で、やっぱり想像した通り狭かった、かなり窮屈だったよ。で、やっぱり食堂も狭かったしね、司令室も
狭かったです。でお部屋が個室があるのは館長だけだから、うん、よっぽど精神的にタフで、安定していないと潜水艦乗りは染まんないだろうなっていうのをもう目の当たりに感じました。実際に、艦に入って、見た時にね、一番俺がおすすめするのはクリムゾンタイドっていう、うん、艦長がジン・ハクマンがやってるラムジー大佐っていうのと、デンゼル・ワシントンがやってるハンター少佐副長ですね。いくつかもうすごく印象に残るシーンがあるんですけどね。デンゼル・ワシントンがやってるハンター少佐っていうのはすごく、まあ、設定では非常にエリート、あんまりそういう英語でそういう表現しないんだけどね、珍しく In my humble opinion、 私の、うん、あの未熟な試験ではありますが、私の意見ですけど、いや私まだまだ未熟ですよ、 In my humble opinion、 未熟な意見ではありますが、 In a nuclear world、 核兵器がに満ちているこの世界では、 The true enemy is war itself、 本当の敵とは戦争そのものなんだと思いますっていうセリフがあるんですけど、これすごく僕あのぐさっと刺さるセリフで、未だに覚えてるんですけれど、あとレッドオクトーバーを、 The Hunt for the Red October、 これもあの潜水艦ものですけど、あのショーン・コネリーですね、はい、が出てまして、うん、あとアレック・ボールドウィンか、はい、この2人なんですけど、ショーン・コネリーの役は、まあ、ロシア人なんです。で亡命、アメリカに亡命して潜水艦ごと亡命してくるという、まあ、ちょっと、うん、SF チックなところがありまして、キャタピラーっていう新しいあのスクリューじゃない推進力で、まあ、ちょっと SF チックなんだけど、うん、もうまたねこれも、ちょっと長くなるんで割愛しますけれど、ぜひぜひおすすめです。あと日本ものだとローレライってあるんですけどね、これもあの、うん、SF というか人間の認知感覚で艦自体そのものを動かしてしまうという、なんかそういうやつだったと思うな、はい、なんかもまあおすすめかなって気がします。他にもあるんだけれど、まあ、これからねまた新たにその潜水艦ものとかっていうのが、映画で、面白いものが出てくることを僕は期待してますけどね。ようチャンネル、今日は、私の大好きな潜水艦について、魅力を述べてみました。いかがだったでしょうか。興味のない方はあんまり興味ないのかもしれないけどね、でもあの多分お好きな方もいらっしゃると思うんで、なんか有益な情報あったら教えてくださいよ。ここ行ったら乗れるよとかそれはないか、ぜひぜひ、はい、興味のある方はまたこういう種類の潜水艦ものがあるよとか、そういう情報がありましたら、どんどん、コメント寄せてください。待ってます。堀川亮でした。いいか貴様ら、高評価チャンネル登録よろしく頼むぞ。せやかて王子飽きまへんって、そんな頼み方してたら。